はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。4時間足ボリンジャーバンドトレンドはありません。一目金衡表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、4時間足ベースはレンジ内での動きと考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずは四字干視ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線真横を向いております、四字干視ボリンジャーバンド、トレンドレスということです。四字干視ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯しておりますが、パーセント D とパーセントスロー D、ほぼ同じレベルで横向きということで、売りシグナルの精度としてはあまり高くないと考えております。四字干視の一目均衡表です、上昇トレンドの形状をしております。 はいそれでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは142円の50レベル、142円の50レベルと考えております。はい続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは143円の50レベル、143円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6と以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コード、また YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 ドル円本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。142円の50レベルか143円の50レベル、142円の50レベルか143円の50レベルということです。 ポイントです。アメリカ10年債利回り4%割れドル売りも押しめ買いということで、はい、本日、欧州時間序盤なんですけどアメリカの10年債利回り4%割れました、はい、それに伴いましてドル売りということでドル円は142円の839まで下落。ただ、その後なんですけども、 はい、イタリア、メローニ政権が銀行課税を承認というヘッドラインがありました、この報道を受けまして、欧州の金融株が下落、ユーロが主要通貨に対して下落、相対的にドルが買われて、ドル円は143円台回復ということです。はいそんな中、本日、ニューヨーク時間なんですけども、アメリカ経済指標発表あります、21時30分に6月のアメリカの貿易収支、あとは21時15分ですね。 ハーカーカフィラデルフィア連銀総裁発言あとは23時6月のアメリカの卸売売上高あとは9日2時アメリカの3年債入札ということであまり注目度の高い経済指標ではありませんが、はいえー、一応ですねフェド要人高羽のハーカーさんがしゃべりますので警戒と。 といい、うことです。はい、そんな中、4時間足、ボリンジャーバンド、トレンドです。4時間足、1問均衡表、上昇トレンド進行中、4時間足、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯も、形状的にあまり強い、形状ではないということで、ドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、レンジ内での動きと考えております。ドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、レンジ内での動きと考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日は以上となります。